この度ホッポと、2つのデザインコンセプトのプロジェクトのコラボレーションさせていただきました粘土代表の佐藤貴です。このプロジェクトは約2年ぐらいにまたがって、行われたものなんですが、最初にホッポの皆さんとお話をさせていただいた時には、特に具体的なテーマがあるという感じではなくて、スマートフォンであったりですとか、その周辺のアクセサリーであったりですとか、比較的幅広く、こういう範囲にまたがっていろんな話をさせていただいたというのがすごく印象的でして、でまたホッポの皆さんがすごくこう好奇心旺盛で、エネルギッシュであって、こちらも頑張っていかないとなんか負けてしまいそうなぐらい、すごくいろんな刺激をもらいながら、デザインをさせていただきました。で今回は2つの、コンセプトを発表させていただいているのですけれど、1つは折りたたみのスマートフォンですね。今巷にはいろいろなこう折りたたむ機構を使った、スマートフォンというのが増え出しているんですけれど、折りたたむイコールこの90度に回転するように開閉するだけではないんじゃないかという、そういった視点からこのコンセプトが始まりました。つまり関節を一つではなくて複数用意することによって、片手で持って滑らすようにして、ずらすようにして画面を開いたり閉じたりして、その画面の開き加減によってさまざまな機能インターフェースがこう対応していくという、そういう考え方です。もう一つのコンセプトはオーディオとこう絡んでいるんですけれど、通常はイヤホンであったりスピーカーであったりという、スマートフォンを中心としてそれの脇役のような考え方でデザインをされていくのが通常なんですが、今回はあえてイヤホンを主役にしてみようという考え方でした。なのでイヤホンが2つくっつくと、ドーナツのような形になって1つのプロダクトになりまして、それをまた今度外して別物にこうつけていくことによって、音楽によって各プロダクトが連なっていくという、そういったストーリーですね。なので例えばですけれど、イヤホンを充電するケース、普通世の中にたくさんあるものを見るとケースの蓋を開けて中に入れてしまうので、その中にイヤホンが入ってようが入ってまいが、あまりそのハード自体の要素は変わらないんですが、今回はそのイヤホン自体がケースと一体化されるというか、それとフォルムとして完結する、なのでくっつくことによって初めて一つになるという、そういうアプローチでデザインをさせていただいています。今回はですね、いろいろこうキャッチボールさせていただく中で、OPPO というブランドが、もちろんそういった最先端の技術を追求していくという姿勢は当然あるんですけれど、それにとどまることなく、人と物の関係性であったりですとか、それに触れた時に人がどのような情緒的価値を持つか、そういったことがすごく本質的なデザインの部分ですね。こういった部分もきちんと皆さんが意識されているんだなというところをすごく感じましたし、そういった技術とそういうアナログなというか情緒的な要素というのを常にこう組み合わせていくことによって、これからも面白い商品とか面白いコンセプトがいろいろ生まれてくるんじゃないのかなというふうに感じました。今後の、OPPO からどういった新しい商品、新しいアイデアが生まれてくるのか、僕自身もすごく楽しみですし、温かく見守っていきたいなというふうに思っています。